彼女の名前はキトゥン。ヘキサビルを守る重力姫だ。街の片隅で目覚めた彼女にはそれ以前の記憶がなかった。彼女に残されたのは猫のような生き物ダスティと重力を操る力だけ。その力を使って街の人々を助け、やがて街を守るヒロインになっていく。しかし街の脅威は絶えることなく現れる。この街を守れるのは重力使いである彼女しかいない。彼女の名前はグラビティ・キトゥンだ。これまでのグラビティ・デイズ2はやっと新市長が決まった。これで安心だ。ヘキサビルは安泰だ。新市長ドクター・ブレフマンは革新的な都市計画を推し進めた天才科学者で、住民には熱狂的な支持を得ているのですが、同時に一部の反対勢力からの武力行使も危惧せねばならない状況なのです。反対勢力のテロ攻撃です。ん？え、ミサイル来てんじゃん、ミサイル。え、やばくないこれ。え、どうすんの？テロリストの実行部隊が姿を現しました。ふぅ、あ、後ろにいる、後ろにいるよ、キトゥン。あ、うぐっ。が、ありがとう。これ二度目だよ、ほんと。重力姫って、クズね。いやー、また一ヶ月空きましたね。はい、ってことで、どうもヒョガです。じゃあ今回もグラビティデイズ2続きからやっていくんですけど、今回はメインストーリーです。ワンちゃんがいる、ワンちゃん、ワンちゃん、あ、こっちにもワンちゃん。え、ワンちゃんいっぱいない？あれ、こんな寄ってくる。あれ、俺タリスマンそういうのつけてたっけ。待って、はい、あれ、どこ、ちょ、待って、あれ、あ、これ違うわ。あれ、じゃあ待って、操作が分かんなくなっちゃった。操作、あ、まあいいや、行くか。ちょっと一回話聞いてからストーリー進めましょうか。聞こう。お主は誰だ。あー、王神という字。お前ら仲良しだな。まあいいや、一回聞いてみるか。町の情報、王神親子からの忠告。聞こうじゃねえか。どうした。おお、お前か。市長演説の時にお前のこと見たぜ。お、見てくれた。頑張ってね、ネビーとか。ネビーじゃねえな、あいつら倒したんだよ、テロリスト。あ、うん、実は剣舞隊から直々に頼まれたんだよね。お前な、最後に気を抜いただろう。あ、抜いてただろう。ダメだろそれじゃ。お前たちに言われたくねえな。アンジェにクズって言われてた。もっと頑張れよ。グズ、え、言われてたっけ。あ、言われてたんだったな。このままじゃお前本当にアンジェの手伝いくらいの存在になっちまうぞ。まあこいつら知ってるからね。あれ、一回さ、ワンの時になんか感謝されたよね、こいつに。あのプレジューヌ取り戻したあたりで、お前ほんとありがとうな、お前救世主だみたいな、なんかそういう風に立ててくれたよな。立てろよ、桜になれお前ら。もう二人して失敗したとこだけ見つけて揚げ足取るのやめてよ。本当だよ。本当だよ。終わりかよおめえら。タクヨストレッチしやがって。お前本当はこいつの話聞いてねえだろ。親父の話ちゃんと聞けよお前。ダメ息子になるぞ。はい、着いた。で、君は新市長の住まいの噂。住まいの噂、うん、聞いてみようか。新市長のブレフマン氏は政府船の船内を住居にしているらしい。へえ、船の中で暮らしてんだ、島じゃなくて。常に街の様子を見ておきたいというお考えらしい。はあ、あのような方がこの街にいたとはな。まさしく救世主。もう一人の救世主を忘れんじゃねえぞ。まあ、市長に害をなそうとする輩どもは早く制圧されるべきだ。まあね、確かに、なんで、反対勢力なんているんだろう。立派な市長なのに。いやー、でもそういう市長こそ裏に影があるわけよ。そういうわけよ。よし、たどり着いた。危ねえな。あれ、なんかこの人前も聞いたよね。はぐれ者の本音。聞いてみようか、こいつ。この前も話したよな。怪しい男たちが妙な乗り物に乗ってこの町に入るのを見たんだ。ふん、噂のテロリストたちかもしれねえな。本当に物騒な街だ。ああ、ここも物騒そうだよね。うん、引っ越せばいいのに。それだけかよ。まあね。てかお前、もう物騒だなんだって言ってお前路地裏で寝てんじゃねえよ。ほんと危ねえぞ。もう不用心だね。物騒な街で不用心にしてていいんだよ。いいんだよってなんだ、いいのかよ。よくねえぞ。うん、どちら様の。あ、人ってよりはあれかな、秋かな。
やべえ、間違えて比べちゃった。ジャパン。姿なき者、形なき者の声を聞く女、アキよ。僕の耳に、僕の声に耳を傾けろ。小さな灯火を集め、大きな灯火に変えるために、灯火って言っちゃった。セシエソ。私は姿なき者、形なき者の声を聞く女。アキ？アキ？誰と話し、何を話してんの？ん？え？来たよ、いつの間に？今一人でブツブツ何か言ってたよね。腹話術の練習。もう腹話術って言うな。腹話術って公言すな。何を言ってるの？さっきからここには私とパンドラちゃんしか。そうなんだ。今日はとりあえず帰るね。また来るよ。秋って結構本気で不思議なところあるよな。そうだね。あんな遠い目してんもんね。また秋。仕方ねえか。よかった。あ、間違えた。あれ？あれ？あれ、ちょっと待って、今俺初めて知った俺。一人称視点があった。マジか、俺初めて知った。キツンがいない。よいしょ。でなんだね、話す。ブレフマン新市長の、演説良かったよね。政策もいいし何より声が素敵よね。大人の男の包容力っていうのかしら。この人になら何でも任せていいわって感じ。新市長大人気だな。実際頭が良くて優しくていい人だもんな。まあいい人だよね、普通に。はい、って感じで一応話聞き終わりました。じゃあストーリー行きましょうか。あれこの人ってあれじゃないの、新市長の秘書的な人じゃない。めっちゃこっち見てくんだけど、こいつめっちゃ見てくない？めっちゃ見てくんだけど、この人。何？木でもあんのお前。木あんだな、こいつ。さては。もしか猫好きか。まあいいや。話聞こう。ストーリーミッション、甘いささやき、始めよう。おう、見せ。ああ、いたいた。さっきから君のことを探していたんですよ。ん？呼ばれたのかな、新市長に。この辺りに自宅があると聞いたんだが、まったく一体どこに。まあそう簡単に土管の家を見つけられるわけないよね。まあね、生身の人間が行けるような場所じゃねえかんな、あそこは。私に何か用でも。用があるから来たのです。だろうな。それもとても重要で重大な用が。実は市長から直々に君をご指名で相談がありましてね。とにかく船を出しますので、詳しいことは船の中で。市長、あのおじさんからの相談なら聞くしかないかな。で、船が家って言ってたもんね。これじゃないの？市長の家って。違うのかな？市長就任式の時の反対勢力による武力行使ですが、奴らの真の目的は別にあったのです。なんだろう。あの混乱を利用して奴らは我々から重要な保管ケースを奪った。あの城？保管ケース？それには何が入ってたの？なんだろう。都市防衛機構新プロジェクトに必要な希少物質です。実のところ詳細を、私も知らされていないのですけどね。それにしても今回の件、これは保管ケースから目を離していた私のミス。首間近かお前。それなのに市長は私を責めることなく寛大にお許しになった。まあそっちの方がね、罪悪感感じるよね。攻められた方がまだ一層マシだよね。私は何としても奪われた保管ケースを取り戻したい。まあ手伝うよ、そこまで言われたら。奴らの中心ってなんだ。奴らの通信暗号を解読し、潜伏場所までは割り出しました。おお、すげえな。市長からここからは重力姫の力を借りるようにと言われております。重力姫ってちゃんと覚えてもらってるからね。よかった。奪われた保管ケースの捜索と奪還をどうか引き受けてもらえませんか？力になるよ。ブレフマン市長には私も助けられたしね。まあね。ちゃんと住民登録もしてもらえたもんね。あれを取り戻せば私も新プロジェクトに加えていただけるはず。どうかよろしくお願いいたします。まあ、仕方ねえか、ここまで言われたら。そこに止まるんだね。そこに止まるんだ。知らんかった、それ。向こうのあの都線上みたいなとこかと思った。始まったね。エピソード16、甘いささやき。さて、こっからどうすんだ。
それでは任務遂行に必要なこの機器を渡しておきます。あ、通信機？ん？無線機？それは特殊な機能を追加した無線機です。うん、希少物質が発する波動に反応する探知機能が組み込まれています。あー、そっかそっか。それでなんか強い反応あるところに行けと。機器の反応を頼りに希少物質入り保管ケースを探してください。了解。なるほど、了解。うん、まあ簡単な話だね。とりあえず探しゃいいと、そういうわけだ。よし、でどこにあると思われますかね。ん？保管ケースの探し方。保管ケースがある方向を向くとセンサーが反応します。ゆっくりカメラを動かして反応が強くなる方向を探しましょう。反応を正面に捉えている間ナビマーカーが表示されますと。じゃあやっていこうか。まあゆっくりカメラ向けて、うん、ここだね、この方向で上の方か。あ、こっちか。 OKOKOK。この裏っぽいね。行ってみよう。反応がどんどん強くなってるぞ。あれ、いや、待ち、待ち、待ち、待て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 、あれ、いけないな。あっちから行こう。この裏だね、裏だね、裏だね。てか、なんか今ジェームが見えたな。気のせいか、ジェームに囚われた。あれをさっき反応あったね。反応あるある、ありまくり、ありま、あー、あっちだ、見つけた。これビーコンじゃないの？違う？ん？これが保管ケース？そうは見えないな。ねえ、でも探知機は反応してるし、アディカに聞いてみよう。アディカって言うんだあいつ。ピピピ。はい、こちらアディカ、どうぞ。私だけど、反応をたどってみたら変な機械を見つけたの。探知機で受信した波動を私の方で解析してみます。解析してみます。お待ちください。アナライズだね。うん、わかりました。それはダミー、奴らの罠です。ああ、それと同じ波動を出したってことか。場所を特定させないように似た波動を発生させる装置を設置しているんです。なるほど。偽波動発生装置は見つけ次第破壊してください。それでしらみつぶしに探せと。わかりました。じゃあ壊すか。おいしょ。別の反応を探すしかねえか。また最初からだけど、一回こっち行こうか。ちょっと待って、こっちの方角になんかあるか。上かな。あ、上の方にちょっとギュインってなった。こっちの方か。上から探した方が早いな。早いよ。こっちの方ではない。待って、よいしょ。あ、行って行って降りよう。ないなあ。あ、こっちの方からなんかギュイン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 になってんね。あっち、どっち？あ、見つけた見つけた。あった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 。これもじゃねえか。これも違う。あ、壊れた。降りただけで壊れた。あっちだよね。ここだよね。この裏。ん？あった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 。まただよ、また。こんにゃろう。ぶつかるだけじゃダメ？よいしょ。あ、壊れた。地味。あ、こっち、こっち、どこ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 。こっち、こっち。こっち。どこ？あ、この、あ、あったあったあった。まただよ。ないよ。なさすぎない？待って、この上にあるか？あるっぽいね。ちょっと屋根、屋根行こう。上、この上、この上。あったし。あったし。よいしょ、届かねえか。あ、壊れた壊れた。ん？あ、今度は向こうか。ちょっと一旦こっち行って、裏回っていこう。あったね。こっちの方。よいしょ。あ、いや、ちょ、待って、待って、いるじゃねえかよ、テロリスト。見つけちゃった。こいつじゃん。ん？こちら、ハーミット1。本部、聞こえるか？こちら、本部、ハーミット1、応答している。ヘキサビル期間中、スティングレイに原因不明の不具合発生。飛行速度が低下、ターゲットの移送に支障をきたしている。間違いない。あいつが保管ケースを奪った反対勢力ね。うん。ダミービーコンを設置した。しかし発見されるのは時間の問題だ。もう発見しました。地球で増援を頼む。そこまでは盗んだものを返しなさい。よし、行くぜ、テロリスト。お前な、あ、何？もう行っちゃった？待て待て。どこ？もうこれぶっ飛ばして当てちゃうんだよ。ダメ。ダメか。
よいしょ、障害が発生、知るか、よいしょ、痛い、よいしょ、痛い、見えない、ちょっと、なんか言ってるな、ちょっと待って、読めなかった、待ってよ、おら、くらえ、くらえ、障害が解除できないで CM を要請する、黙れ、あ、よいしょ、当たった、あれ、なんか当たった、このままじゃ捕まえられそうにない、今の絶対当たるべくして当たんなかったでしょ、なんか当たっちゃったんだな、とにかく攻撃を当ててあいつの動きを止めよう、今当たった、待って、よいしょ、グラブの方が楽そうだ、よいしょ、当たった、まだ生きるぜ、あれ、なんかいない、めっちゃいるんだけど、まだ、お前ら待ってや、よいしょ、どうだ、この重い一撃、よいしょ、よし、おめえらの仲間は攻撃たまにしてやるぜ、よいしょ、ちょっと早い早い早い、相手の速度が速い、あいつぐるぐる回ってるだけじゃない、これどうだ、よいしょよいしょよいしょ、どうじゃい、あれどう、もう一度攻撃が当たれば止められそう、んあれは何、あーめっちゃ来たじゃん、やばいよもうとりあえず食い止めるしかねえや、グラブできるものないし、ちくしょう、ちょっと待って、一旦降りよう、一旦、やばい、待って、痛い、もうどれがどれだか分かんなくなっちゃった、向こうだな、よいしょ、はい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 、とりあえず当てまくる、オッケー、どうじゃい、ん、あ、よっしゃ、落としたやったー、なんとかなった、やっぱ数には勝てねえな、あ、落ちた、これか、あ、アンジェ来たよ、カーリー、重力姫がちゃんとお仕事できるか心配してたけど、今回は一人でもドジをしないでできたみたいだねすっげえおちょくってくんじゃんこいつ、じゃあこれは僕がダディに届けておくからさ、君はそいつらの相手を続けてよ、待って、その前に聞きたいことが、そのケースの中身って、君には関係ないね、じゃあね、ちょっともうこいつまたおまねえ、跳躍力半端ねえなお前、すげえなちくしょう、あいつふざけやがって、もうまあいいや、ぶっ倒しゃいいんだろ、とりあえずアディカに連絡を、ピピピ、うん、どうした、あれ繋がらない、ここからどうしよう、あ、なに、うん、なんか来たし、もう来ちゃった、あいつふざけやがってよ、なんでもかんでも人任せにしてればいいと思ってんじゃねえぞ、おらおらおら、くらえよお前、仲間、あ、落ちた、一人落ちた、あれなんかこいつだけなんか防御力高くない、痛い、畜生、おらおらおら、くらえ、落ちろ、あ、畜生落ちなかった、ん、あー、また来たよ、もうお前らショッカーかよ、ショッカー猫背すぎねえかお前ら、お前ら事務作業してんだろ絶対、おら痛い、畜生め、お前らたまにしてやるよ、見えなくてもたまにしまえばいいんだよ、おろろ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 り、よいしょ、で他は、お前ら何タイング、痛くない、おらおらおらで、あ、てか俺めっちゃ死にそうじゃん、よいしょ、よし回復した、でお前もだな、よいしょ、よしオッケー、なんとかなってんな、あとは、あ、いたね、痛い、届かない、よいしょ、こんなもんでしょ、あれ他にもいる、よいしょ、よいしょ、他はもう大丈夫だな、あれまだいんの、あ、倒せたね、また来たよ、もういいって、もうお前らなんか飛んでるし、なんだよもうやられろ、なんか、あ、浮かせらんないか、あ、ボス系ね、オッケー、ああ、なんか違う、なんか違う攻撃してね、痛い痛い痛い、待って、手強いよ、待って、ジャンプ、ロロロロロ、へい、よいしょ、待って、一旦回復できるもんないっすか、回復できるもん、痛い、お前ら、ふざけやがって、ちくしょう、危ねえな、回復、オッケー、ありがとう、よし。一旦降りていい、一旦降りよう、よいしょ、痛い、ちくしょ、どこだあいつら、痛い、もう見えない、よいしょ、行って、よいし
おらキックじゃボケ、おらどっこいしょ、おらどっこいしょ、もらうしょよ、どっこいしょ、おいおいちくしょう、あいつら援護してやがる、ちくしょう、こっちもクロウがいればお前らなんかな、おいどこだ、どこに行った、もうどこだよ、見えない見えない、もう卑怯者め、2対1とかマジで卑怯だからな、よいしょ、どこじゃお前、おら当たんないね、全然当たんないよ、待って待って待って、どこだ、これはどこ、痛い痛い痛いって、もう気合い入れんな、人を蹴るのに気合いを入れるんじゃありません、ああもうどこだよ、嫌がった、チクショチクショ、あいつめ、おろろろろり、よっしゃ、あれあれいけるいける、どこ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 、あいけた、フェイタルムーブなんか倒してるぞ、なんかいけた、やったー、ダスト行くぜ、ぐるぐるアタックじゃい、いけー、ぐるぐるアタック、あやった、なんとかなった、んオーバーロード系、あれユニカと、なんだっけ名前忘れちゃった、あ、ペルメ、ペルメえ、あいつらじゃん、あの軍のね、ワンの時にいたやつらだ、どうしてユニカとペルメがこんなことを、テロリストになっちゃったね、地下に潜ったドネリカ前政権における対ネビー特殊戦術部隊、長い、我々ジェリーフィッシュはついに全権を掌握したブレフマンを退くべく、うん、ドネリカ前市長の号令、ええドネリカがやってんの、ニューリ司令とともに再びヘキサビルに戻った、おーえ、ドネリカ引いてんの、信用なんねえよそれは、ブレフマン、あの男は歴史上類を見ないほど危険な男だ我々はチューブワンはブレフマン側についてあなたを敵と認識しています、な、何を言ってんの、ブレフマン首相はいい人だよ、ユニカとペルメは誤解してるんだよ、ユリだってそうだよ、シーキャット、シーキャット、お前は表面的な事象に惑わされている、惑わされている、一体何のこと、お前は己が恐ろしい計画に加担していると知らないのか、あ、来た、ありがとう、一旦撤退、一旦撤退、でも、ん、重力姫ったら大丈夫、うるさい虫につきまとわれてたみたいだけど、カーリー、一体何をしに戻ってきたの、犯人は戻ってくるってか、現場に、ダディが君を呼んでる、重力姫を連れてきなさいって言われた、プレオーラ、私少し考えたいことがあるんだけど、バヌ、ダディとの約束は絶対だよ、てんてんてん、会いに行かないといけないわけか、いやでもこれについてどういうことを言うんだろうね、これは真の計画の実現に不可欠なものです、しかしこれだけでは足りない、本来ならばもう一人のアンジェが必要、アンジェ、エンジェル、だからこそ重力姫、あなたの力が必要なのです、なんかもう悪い顔してんじゃん、もう悪い顔してやがるよあいつ、もうへって感じ、へって感じの顔してんもん、え、あのもう一人のアンジェ、これは説明が足りなかった、そうだ、しばし私の思い出話にお付き合いいただけますか、ん、すっげえ悪い感じじゃん、え、何、時の流れは残酷、時は全ての事象を衰退させ破滅へと導く、私は常々時を支配さ、時を支配さえ、え、何、ちょっと待って、私は常々時を、支配さえできればと、ああなるほどね、支配さえできればと祈りにも似た気持ちを抱いてしまい、抱いていました、うん、あ、そして愛する娘が長く生きられない病と、時がまたもや私から愛するものを奪おうとしているのと、していると知ったその時に決意したのです。時間から娘を守るのだと。私は研究所を退職し、自宅で娘を救うために、救うための研究に打ち込んだ。しかし、病の進行を遅らせるはずが、ちょっと待ってね、一回ちょっと水。めっちゃ噛む、私は実験の手違いから娘を時間の檻に閉じ込めてしまった。
娘の一秒は私たちの1万年。私と娘は絶望的な時間の壁に引き裂かれた。うわぁ。絶望の淵で私は夢を見たのです。闇を見つめても、見つめてもまだ足りぬほどの漆黒が、私に啓示を与えてくれた。娘と共に、娘の愛するこの町を同じ時間に閉じ込めてしまえばいいのだと。ああ、そういうことね。この町ごと1万分の1にしようと。1万年、1年、1秒を1万年にしようと。ねえ。娘と同じ時間を生き、世界を美しいままに維持する最も平和的な救済計画。素晴らしいと思いませんか？あのさ、時間を止めるって何のこと？そんなの救済だと本当に思ってるの？人も街も変わっていくから、だからみんな明日を夢見て生きてるんじゃないの？ニュートやエコルだって生まれてくる赤ちゃんを楽しみにしてる。動かない彫像なんて死んでるのと同じだよ。全然言えなかった。やばいな。ちょっと待って、今時間止めたの？アデカに何をしたの？彼の時を止めてあげただけですよ。残念なことに彼は私と同じ夢を見ることを拒んだのです。はあ、この人はいい人だったんだ。そっか。はあ、そっか。ひどい。重力姫、もう一度お願いです。私の力になってくれませんか？完全に敵だったんだね。触らないで、ブエルフマン。あなたは狂ってる。なるほどね。天才的に頭脳の持ち主で素晴らしい人格者と思われた新市長ドクター・ブレフマン。しかし彼が内面に隠して抱いていた恐ろしい狂気と真実が露呈した瞬間、私は嫌悪感と恐怖のあまり、ただその場から逃げ出すことしかできなかった。あなたのことは気に入っていたのですよ、重力姫。やばい、ちょっと待って。うわ、おい、反逆者になっちゃったじゃん。アディカ氏を殺害で指名手配。キトゥン容疑者は現在逃亡中。アディカ氏を殺害で指名手配って言われちゃった。うわ、どういうこと？居場所なくなっちゃったじゃん。どうすんの？逃げるしかないよね。孤独への道。もうこのまま続いていく感じ？了解。ちょっと一回ここで録画切ろう。